今朝、バスに盲導犬を連れたおじさんが乗ってきた。盲導犬の実物を初めて見たので、やっぱり賢そうだなぁ、と思って見てたら、おじさんの近くに座ってた小さい姉妹の会話が聞こえた。妹、ワンワンだ。ねえ、ワンワンだよ。姉、大きい声で喋ったらダメだよ。あとね、あのワンワンは、お仕事をするワンワンなんだよ。今はお仕事中だから遊べないんだよ。妹、お仕事してるの？姉、お目目が見えない人を、ぶつかったり、危ないことがないように。お外に連れて行くお仕事をするワンワンなんだよ。お仕事の邪魔したらいけないから。可愛いけど、触ったりしちゃいけないよ。妹、あのおじちゃん、お目目見えないの？心配そう。姉、そうよ。でも、あのワンワンがいるから、危なくないようにお外に行けるんだよ。あのワンワンがおじちゃんのお目目なんだよ。あやちゃん、お目目を触られたら痛い痛いでしょ？お目目を隠されたら困るよね。妹、うん。姉、だから、あのワンワンは、触ったり邪魔したらいけないの。おじさんのお目目だからね。妹、わかった。あのワンワンはお目目なんだね。すごいね。この姉妹と、盲導犬を連れたおじさんの近くにいた人たち、全員ニコニコしてた。私も口元が緩んだ。盲導犬を連れたおじさんもニコニコ。お姉ちゃんは、小学校の低学年くらいだったけど、幼児の妹に、わかりやすいように、ゆっくり説明してて感心した。